まあ、10年近く経ってる中で、うん、まだどん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 、やっぱその、ニンジュースプラウっていう、イギリスの、まあ、英語のタイトルなんで、アニメ好きの人とかだけじゃなく、うん、一般のそういう、ユーザーたちも、うん、非常に興味のある作品で、うん、で、川尻さんとしてはなぜ、そういうふうにアメリカで、まあ、日本以上に、ヒットしたと思いますか？うん、まあ、ここまでその海外で受けるっていうふうには思ってなかったんだけど、アニメーションという手法で作る以上はやっぱりその、観客のターゲットとしてはかなりティーエンジャーで、まあ、時代劇ではあるけれども、なるたくその、時代背景みたいなもの、それから対立構造、そういったものをシンプルに設定した中で、一番の見せ場である日本の忍術のバトルウォーズを見せたいという狙いだったので、日本の歴史背景を知らなくても、アニメーションを見る日本の若い世代も、歴史というのは知らないし、そういったところでそういうことを知らなくても見れるっていうところが海外の、シチュエーションとして非常に分かりやすいし、何を見せたいのかということも非常に素直に受け止まれるというところじゃないかなと思います。はい、これはだいぶ、まあ、当然10年近く前になりますので、まあ、よく覚えてるかどうかは、まあ、分からないですけども、作ってる最中に非常に例えば苦労したそのワンシーンとか、例えばそのなかなか決まらなかったこうそのカットとかそういうのとかありましたね。でもね、作画で苦労した部分と演出で苦労した部分、技術的には最後不動を通る準備がかかる火の神っていうのはかなり作画の部分で苦労したかもしれない。だからヘビやスズメバチやいっぱい出てきたりとか、まあ、物理的に大変だったりとかね。私のスズメバチは全部描いたんですけどね今ね、デジタルでやればもう少し簡単なんだけど、あれはもう一つ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 描きましたからね。で、演出的に、まあ、どうしたっていうのは、まあ、どっちかといえばその、カメラと十兵衛の、心の通い合いとか、まあ、そういう部分が、流れの中で、どういうふうにまとめていこうかなというのが一番難しかったで、時代背景は絵としてそのこれはテクニカルの部分で、その絵をその時代のものにこうリアルさをリアルさのタッチをこう出すためには、どのぐらいの例えばリサーチをなさったんですか？やっぱ日本の中でもやっぱすごい、そういうものを理解してる人、全然理解してない人っているわけじゃないですか。で、やっぱ理解してないとやっぱそういうものも描けないと思いますので。リサーチというのもそのベースになる時代に、1700年17世紀、18世紀、この辺の時代劇というのは日本では発達からあります。まあ、そういったものが基本的なベースとなって、そこにいる超能力者、忍者というものは、まあ、どういうふうに描いても
面白ければいいだろうという考え方で作ったベースになるその設定みたいなものは意識してるんだけど、その中でまあ自由にオリジナルで作ったそういう感じです。ジューベイと出るその女性のキャラクターに関して、うん、アメリカでは今までこういう日本の文化もそんな分かってる人たちもいないと思うので、女性のその時代の女性っていうのはどういう中でこう社会の中で生きていくかっていうことも、うんうん、非常に興味深いテーマだと思うんですよ。でこれは女性のその立場っていうのも川尻さんからしてこう、うん、その時代の女性のその、まあ、ライフスタイルを描きたかったんですね。うんうん、いや、やっぱりか10名の登場人物っていうのはほとんどが特殊な機関の中で人たちだから、時代の人間というふうには全然捉えてないし、どちらかといったらやっぱり異能集団、超能力集団、そういったものが、そういう組織の中にいて、組織でのもうやるべきことっていうのをはっきりしていて、その役目のためにやっぱり命をかけるっていうことに、対してはその子供のような立場なんだけど、全然その時代背景のライフスタイルだとは思ってないし、ただまあその、こういったそのパワーバランスみたいなことっていうのは、多分どの世界でもあると思うし、このジューベリーインジェスクロールの中でのその構図と構造が、例えばアメリカに置き換えたとしたら、CIA っていうのがまあダークアップで出てくる、はい、その抗議、はい、その組織で、はいはい、でカゲロウがいるのはまあどっちかといったらその片田舎の保安官レベルの存在、はい、で敵側の、ケジミだとか、はいまあ、そういったそういう大体構造なんで、はい、それをそのそれは多分どの歴史の中にもそういった構造というのがあるんです。必ずしもあの時代背景の中のライフスタイルっていうのは意識してないですね。だけど逆に川尻さんみたいな、方はワチャースキーブラザーズとかに認めてもらって、そのアニメイトですとかそういうような話とかも、やっぱ彼らもやっぱ川尻さんと上に尊敬してるので、そのバランスにとってにしてはこうすごいいいバランスですね。そのそうね、やっぱりそのお互いインスパイアされるというところでは、こっちがされっぱなしみたいなことになってるけど、やっぱまた驚かせてやりたいなっていうのも思ってるし、子供のうちは終わらせたくねえなっていうのがあるからね。で今後まあ10年経由劇場とかそういう、さらにつながりだったり、この最初の作品が当然また、盛り上がるっていうのが、うまくいってるっていうか、その、アメリカの方ではこれがまた盛り上がるっていうことが確かなので、で、そのテレビとか、その劇場の方の新しい新作で、何を変えたかったんですか、例えばその今まで の, その忍者ストーリーコンセプト。変えたいっていうふうには別に思ってない。やっぱりその狙いがすごくはっきりしている作品なので、やっぱりその面白さを、さらに追求して。言ってしまえばもっとエンタメとしての面白さを追求したいなというふうに感じています。で、テレビはテレビでね、またその
テレビシリーズとも別の面白さって当然あると思って、そこではそのスタッフの中でやりたいように面白いことやってもらえればなっていう、劇場の都合はどうか一本目に負けない、やっぱりスタッフの面白さ、自分の面白さ、こういったものを高めてなっていうのを思ってます。この、まあ、この作品を作った時に、そういう自分 の自由度があったかどうかっていうことによって、うん、またそれが伝わってると思うんですよね。うんうん、そうだね。自由度ものすごかったんで、ほとんど 100% 何の制約も受けないで、そういったら何すると、自分としては非常に幸せな形だと思います。その中で自分が本当にやりたいことをできた、やりたいことを好きな映画の要素も全部こう入れられる、例えばスティーブとミッション・インポッシブル、次の展開が分かる、コーンゲーム、不動産の部分の面白さ、アクションの面白さ、いろんな自分の好きな要素が入れられたら、作ってる人間がね、楽しんで、本当に楽しんで、これを驚かしたい、見せたいお子さんがっていうのがやっぱりこの環境にストレートしてるなと思いました。その今のその技術の話してた中で、ね、例えばその当時のその技術と今のその、まあ、技術のその、まあ、コンピューター CG とかそういうのを90年から今のその間を経てすごい発展してるわけです、ね。で、今後のそのアニメーションを作る中で、うん、こう、その技術っていうその、まあ、CG とかそういうのを使っていって、うん、作ることに関しては、例えばもう川岸さんとしては、だからそれはポジティブに見てるのか、うん、それか、まあ、それあってもなくても、やっぱ自分のその作品は、変わらないと思います。多分面白さは変わらないから、やっぱりその、デジタルを使っても、そこにやっぱりその人の頭のイメージが、そのイメージとそれからハートが伝えられるものでできなければ、それは人をこう驚かしたり感動させたりすることはできないから、これはもう鉛筆使ってもね、どっちでも、要するに心が、ハートと、それからイメージが映像として伝わらなければ、同じことだから、もちろんデジタル使うのとしても考えてるし、だけどそれは道具の一つで、結局そういったものが表現できるかどうかっていうのは、積み適した素材を使えばいいだけっていう。例えばそういう道具、まあそうですね、道具って言ったんですけど、道具として使うっていう形が一番理想だと、今私も思ってますね。ちょっとその道具に頼りすぎてる作品とかっていうのが、だいぶ、まあ、出てきてると思うんですよ。で、その中でやっぱその演出っていうところっていうのが、やっぱ最近のアニメーションで、そういう、まあ、その技術に頼ってる部分があると思いますか。デジタルの技術で驚かせるっていうのはね、やっぱりそのジュラシックパークで恐竜が出たらあれ以上ねえだろ、いないものがいたっていうのはさ、もうあれがピークでさ、あとはそのどんなにその、技術的に向上しようインパクトとしてはさ、ないと思う。だからあとはやる。
ぱりもう頭で考えるアイデア、うん、全てで、結局、このデジタルであろうが、それを超えるアイデアっていうのはなかなかもう出てこないよね。うん、そうですよね。いないもんがいっちゃったんだねそういうことはもう分かっちゃったわけだから。そうですね、だからもうレベル的に言うとそういうふうにこれ以上、まあ、どこに行くのかって感じですよね、うん、だからもう実写の方でその例えば体感だとか臨場感だとかっていうのが映されちゃうし、それだからまあアニメーションでそのそれをやった時には、数本は新しい感覚で迎えるかもしれないし、そのインパクトはあるかもしれない、やっぱりその次っていうのは本来の面白いストーリーは何か、面白い映像は何かっていうのは昔からと何も変わらないよね、頭で考えろよねっていうことだと思う。やっぱ劇場とか魔王見えと、まあ、劇場ものの作品が、うん、そこまで数年前までは結構出てきて、出てきたですけども、こうテレビシリーズに走ってるその理由としては、うん、そのビジネスとしてしか考えてない投資者というからそういうふうにテレビシリーズになってるのか、それかもうアニメーションで劇場ものっていうのは日本国内で、うん、ビジネス的に、すごい成功しない限り、うん、例えば千と千尋とかああいうヒットしない限り、うん、やっぱ赤字になるから、うん、みんなどっちかというとテレビの方に来てると思いますね、うん、今そういう状況だと思うね。やっぱりその劇場というのは大きな予算とかあるから、やっぱりそれだけの制作の中に集めるというのも感じますし、テレビの何でこんな多いのかがちょっとわからないけど、もう完全にその日本の制作状況ならキャバーンして超えているわけで、それでもなお本数が増えていくっていうのはどういうことなんだろうなというふうに思ってるんですよね。なんかやっぱどんどん川尻さんみたいな監督に劇場もの分を作っていただきたいっていうのがやっぱ違うとしてもその、気持ちなんですけども、やっぱそういう環境にいない限り、その劇場ものを作れるような環境っていうのが、もう日本で今現在でそういう、例えばじゃあ若い、これから、面白いものを作りそうなような監督とか、そういう人たちのためのそのチャンスっていうのはあると思います。うん、チャンスはあると思う。それをチャンスにするかどうかやな。それは必ずあると思う。その チャンスを掴むことをしないといけないと思うんですよ。うん、当然その川尻みたいに、そういう環境はだけど、もう例えばこういうマンダハウスなり、うん、大きいアニメーションスタジオで、うん、経験が十分こう、そういうふうに劇場を作るそういうノウハウもあるので、うん、そういう環境はあるけど、うん、だからその企画とかそういうものとかを、うん、こう自分で個人で動かす、うん、この力があるかどうかっていうんですよね。これからそういうことやってるやつも出てくると思うし、やっぱりその面白いその劇場アニメーションを作っていく場合は、そういう世界に通用する決め立てなければ、そのビジネスとしては強いし、やっぱりそういうことを考えてる人がいっぱいいると思うし、それがこういったその。人数の会社
こう遠いと若いとかですね。最後そういうのがあったんですね。投資するなんていうことあると思うんですよ。そういうやっぱりチャンスとかが問われたらどうか、自分が何をやりたい、何が好きなのか、それはやっぱり突き詰めてチャンスが来た時にそれがポンと出るというふうに思ってくれるチェックしたい。